はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、なんだっけ、道玄坂のタバコ屋に行ってまいりまして、こちら、バイオレットの、こちら、カートンで3500円。1個350円。これを購入しまして、まあ、いろいろ買ったんですけど、ちょっと紹介していきましょう。いろいろ購入しました。そして、こちら、キースの、スリム。俺が一番好きな、リトルシガー。キーススリムね。うん、あれこれなんか別なのかあった。あ、やべ、キーススリムエキゾチックなんていうの変なの買ってる。あ、やば。間違えたんだ、これ。そして、こちら。手巻きのチョイスの、バニラダブルバニラ。そして、チェ。そして、コルツのグリーンティー。そして、ブラックジャック、5ミリ。そして、コルツのフィルター、メンソールと普通のやつと、あとは、スモーキングのペーパーのダブルですね。マスターペーパーダブル。こちらを買ってきましたんで、まあ、とりあえず、じゃあ、この謎のやつか、これ、ちょっと釣ってみるか。間違えて買ってきたな、俺。キースのスリムが良かったんだけど。キースのスリムのエキゾチックっていうのを買っちゃったみたいですね。エキゾチックってなんだ？キーススリムのエキゾチック。キーススリムのエキゾチックってなんだ？なんか変なの買っちゃったか。あれよく見ないで買ったな。やらかした。俺、キーススリムの普通のやつが一番好きやねんけど。これ絶対普通のやつじゃないだろ。これ確実に。なんか。ちなみに値段は380円。あー、キーススリムこれじゃない、オリジナルじゃない。キーススリムの、なんだこれ。変なの買ったー。キーススリムのエキゾチックなんてないぞ。オリジナルじゃないわ。エキゾチック。厳選した黄金種、バーレー種をふんだんに使用し、オランダ産シートタバコで巻き上げている。ほんのり甘くココナッツバニラが香るキース。値段が380円。こちらリトルシゴ、リトルシガーです。なんだよ、エキゾチックって。間違えて買っちゃったじゃん。動画撮りながらだから、ちょっと、あれが散漫になってる。集中力が散漫になった。あ、見た目は普通やな。普通のキーススリムと変わらない。香りは。これあれだ。なんだっけ。お酒で、なんだっけ。ココナッツのお酒。なんだっけ。あれ、ココナッツのお酒、あれなんだっけ。白い。あ、マリブだ。じゃあ、吸ってきます。あ、マリブやな。マリブ。うん、でも甘ったるや、香り。うん。甘ったるですね。ああ。
キーススリムの方がうまいと思うけどな。これやったらあれやねんな。バニラ系のが良かったな。バニラ系のやつ良かったな。この甘ったるい香りが、どうかって言われると、いやーってなるよな。まあ確かに、まずいかって言われると、まあ、俺マリブっていうお酒大好きなんで、あの甘いやつ。やから、ちょっとコーラと飲むことで、このマリブコーク。マリブコークに、させるみたいな。風味豊かな南国のテイスト。まあココナッツ、甘いココナッツの香りやな。やらかしたなぁ。キースの普通のスリムか、買いたかったんやけど。やらかした。まあ、キーススリムは見た目変わったみたいですね。キーススリムのオリジナル。リトルシガーの中で多分一番うまいよね。個人的には一番うまいのは、やっぱキーススリム。キースマイルドはあんま美味しくない。リトルシガーって結局どういうことなんやろ？キーススリム久々に吸いたいんですけどね。まあ、まずくはねえんだけどな。まあ、三つ星。それではご視聴ありがとうございました。